はいでは、えー、レッスン8の、えー、最初の始めの漢字ですけれども、えー、まずこの漢字意味は Effect とか BeEffective という意味がありますで、えー、とパートなんですけれどもコンポーネント、えー、この左側のこのコンポーネントこの、えー、パートはですね Exchange という意味があります例えば交流 Exchange それから国際交流 international exchange という意味があります。それからこの右側、これはもうみんな知ってますよね。パワー、力という意味です。So, if you exchange your power, you can be more effective、uh, というで、この漢字、effect とか、effective という意味があります。読み方なんですけれども、えー、っと、オンリーリ d i n g があのメインです。こ、え、う、ー、と言います。例えば、効果。 result, それから効率 efficiency, それから有効これはなアジェクティブですけれども effective というアジェクティブですあと薬効この漢字を見たらどうでしょうかこれは薬、メディ n ンそれから effect だから薬効っていうのはその何ですか drug effect というような意味ですあとクンリーディングで 効、えっと、くというのがあります。効く、えー。薬が効く。そう、メディ i n ン worked effective という意味です。はい。では、次の漢字です、えー。この漢字ですけれども、意味は division、それから subject of study という意味があります。 で、コンポーネントなんですけれども、えー、まずこの左側、えー、このラディカル、これを乃木辺と言います、えー。意味はですね、グレインという意味です。えー、それから左側、えー、この漢字は、uh, We used to use this 漢字 as a counter, which is like a 18 l i t e r but we no longer use this counter. But you can imagine a story. You need some sort of counter or cup. Uh, in order to divide grains. で、読み方ですけれども、えー、これはオンリーディングだけで大丈夫です。えー、例えば、学科、コースの subject、科目、subject o それから、科学、えー、ちょっとここを気をつけてください。この科学は science。えー、これも科学、Both are read as 科学、but this character、uh, means chemistry. それから内科、インターナルメディシン、外科、サルジカルデパートメント。はい、では次の漢字です。この漢字、意味は decrease の意味があります。で、component なんですけれども、もうこの radical 大丈夫ですね。water。 えそれからこのパートですけれどもこれはあの you can imagine like weapon or spear、uh, so something like uh, someone uh, is actually making a hole with a weapon、uh, so that the water decreases、uh, まあそんなストーリーができるかと思いますえ読み方なんですけれども えー、オンリーディング、えー、これは減、えー、と,と言います。例えば減少大丈夫ですね。decrease、えー、そして少なくなります。to decrease 減点、えー、これはポイントという意味です。だから to decrease points reduction ポイント reduction のことです。それから減速、えー、この速っていうのは fast とか speed ですよね。だからスピードが decrease の意味です。 減税、えー。これは税金、タックス。そう、タックス・リダクションの意味です。あと、君リ,リングで減る、えー、という読み方。へ、hey、です。減る。例えば、人口が減った。The population decreased という意味です。次の漢字です。えー、この漢字、意味は complete という意味です。 で、コンポーネントなんですけれども、えー、このパート、このラディカルを見たら、これ、think about the meaning of roof of a house. So, roof.、えー、それで、次のこの,このパートなんですけれども、えー、これは、this part, this kanji 感じ、character itself means origin とか base の意味です。例えば、元気、uh, これ、the origin of your spirit. So, 元気です。 Uh, you can imagine the story. So the base was attached to the roof. So the house is completed. So complete. Complete の意味です。読み方ですけれども、えー、オンリーディングで簡。例えば完成、完成しました。Uh, completed. それから、完了しました。これも、まあ、complete。あるいは、finish の意味があります。それから、完全。 これはパーフェクトの意味です。はい、次の漢字です。えー、この漢字、意味は to climb の意味があります。で、コンポーネントなんですけれども、この上のパートですよね。これは、you can imagine outspread legs。例えば、あと、departure の意味があります。 えー、よく使うのが出発、to depart 出発するなんです、ね、departure の意味です。えー、それから、えー、この中の、えー、漢字、これは豆、bean です。So, you have to bring beans in order to climb a high mountain、えー、というので、えー、これ、どちらもこう合わせて、えー、っと登る、climb、えー、なんですけれども、登る。えー、例えば、富士山に登る。 えー、パーティクル、これにを気をつけてください to climb.、えー。それから、オンリーディングでですね、例えば、登山、えー。これは山に登ることです。それから、登校。これは学校の校です。だから、学校に行くことです。それから、登場。えー、これはですね、例えば、 この劇に登場しました。to appear の意味です。これは場所の場、place の意味です。だからその場所に行ったという意味です。to appear。はい。はい。では次の漢字です。この漢字ですけど、意味は public、それから official という意味があります。でこの漢字、uh, there is no story associated with this 感じ、but this is simply just katakana-ha カカ and katakana-mu. カ で、えっと、読み方なんですけれども、オンンリーディングでこう、えー、例えば公園、これ大丈夫です、ね。park それから、公立大学、えー、これはパブリック・ユニバーシティ。それから、公開する、えー、これは to present something to the public という意味です。で、えっと、クンリーディングなんですけれども、 あまり使いませんけれども、えー、公やけという読み方もあります、えー。例えばですね、その事件を公やけにした、えー。これはその事件を公開したと同じ意味です。はい、では、えー、とこの漢字ですけれども、えー、漢字の意味はローという意味です。で、コンポーネントなんですけれども、 このラディカル大丈夫ですね。ねこれはあの人、person のラディカルです。それからこのパートこのパートですけれども、この漢字 by itself means tribe or clan. So this is the person who is the lowest in one clan or in some tribe, という意味で、low なんですが、読み方まず、訓練リリで低い。大丈夫ですね。ね 背が低いです。それから温度が低いです。ロ w という意味です。The temperature is low、uh,。背が低いです。Hits、uh, short という意味です。それから低、えー、これはオンリーディングで。えー、と低音 l ロ w temperature、えー。それから最低、これは the worst。これは最もという意味ですから。最低、the worst。えー、反対、opposite は。 最高、uh, The Best という使い方があります。はい、次の漢字です、えー。この漢字の意味はですね、Reverse、えー、とか c o n t r a r y という意味があります。で、Radical、えー、このコンポーネントなんですけれども、この Radical、この部分ですよね、えー、これを信用あるいは侵入どちらでもいいんですけれども、 Imiwa legs no or something to do with legs. Tateba chotokuno no Michi street 通り street road Chkayi toi so this is something to do with legs. Surekara uh, you can imagine this uh, a person uh, in a handstand so uh, he must be going opposite or reverse まあそんなストーリーが大丈夫かと思います。で読み方ですけれども、オンリーディングで逆、例えば逆、reverse、opposite、うん、それから逆説、この説っていうのは、あの、explanation とか、えー、そういう意味があるんですけど、これ逆説っていうので、paradox、まあ、それから逆,あ逆流、counter current、えー、これは current の意味があります。あとですね、 あんまり使いませんけれども、まあ、ンリーディングで逆立ち、逆立ちをしてください。The handstand というあの意味があります。はい、次の漢字です。えー、この漢字ですけどあの、この漢字の意味はポイントです。So, uh, このパートなんですけれども、えー、この上の漢字、uh, by itself, it means 占う、uh, to fortune telling という意味があります。 それから下のこのラディカル、a これはよく見てますけれども fire という意味があります。Um, we don't have a good story、um, to make for this character, but、uh, this one,、uh, this component or this character means fortune telling and this、uh, radical always means fire. 読み方ですけど えオンンリーディングでで点という読み方です、えー、例えば点、点テストの点、uh, the score,、uh, the point of the exam とか test。それから、点数、これも point grade、uh,、テストの点数、テストの点、これどちらも同じ意味です。えー、それから、減点、これは点、ポイントを減らす、deduction of point ですよね。えー、それから、欠点、これは defect、あの人の欠点は えー、よく話すことです。あその何か、その、defect という意味があります、えー。それからですね、電車なんかでよく、えー、見る感じだと思います。これは終点、これは last point、これ終わる、エンディングポイント、last point。例えば、終点は東京です、えー、というのは、一番最後の駅は東京ですという意味です。はい、次の漢字です。 えー、この感じですけど、意味は normal, regular, それから always という意味なんですけれども、えー、とちょっと下の方からいきます、コンポーネントなんですが、このコンポーネント、この一番下のところですけれども、you can imagine some banner or flag というので、えーまあ、意味としては、uh, something to do with cloth。e s それから次のこの真ん中の、これは大丈夫ですよね、mouth。 So, you can imagine under normal circumstances, you always have to wear a mask.、Uh, so, this is perfect for our、uh, pandemic period. で読み方なんですけれども、on、え、reading、ー、で常というのがあります。例えば、常時、これはいつもという意味です。えー、それから常識、えー、この時っていうのは、knowledge とか sense という意味があるんですけど、 えっと、常識、common sense。それから、異常な。これは always なんですけれども、これは not という、different という意,意味があります。so abnormal。それから、非常識、これのネガティブです。so lack of common sense。あとですね、非常にっていうのえとてもという意味ですよね。非常に寒いです。 今日は非常に寒いです。今日はとても寒いです。と同じ意味です。あとよく建物の中で非常口というのを見ます。これは Emergency Exit という意味です。あと、君リーディングで常にこれはいつもという Always という意味です。はい、次の感じです。 えー、この漢字、えーと、意味はコピーという意味があります。でえー、とこの漢字、I don't have a story, but this one あの気をつけてください。There is no dot、uh, on top of this. それから、えー、This part, this 漢字 itself means 与える to give の意味があります。で読み方なんですけれども、 えー、これ、社、オンリーディングでゃ例えば、みんながよく知っている写真。写真を撮ってください。写真を撮ります。あと、写本する。これ本ですよね。だから、to hand copy a book、えー。例えば、えー、仏教の教えを写本します。とか、えー。あと、副写する。これ、to、え、copy、ー、と,という意味があります。あと、クンリーディング。これで写す。 これも、まあ、c コピーなんですけれども、えー、友達のノートを写します。とコピー、フレンズノートという意味です。はい、次の感じです。えー、この感じですけど、意味は true とか genuine という意味があります。ちょっとコンポーネントを見てみましょう。この一番上、いいですね。これ10、10、それからこれ目、eyes。 10、so, eyes are standing on the podium to find out the truth, to find out what's really going on. で、この感じ、true、uh,、それから、genuine という意味があります。読み方ですけれども、on reading で、真という読み方をします。例えば、写真、これは、truth をコピーする。まあ、あと、フォト、フォトグラフですけれども、写真を撮る。 それから真実これ truth それから真意 real intention これはえー、っと intention 意味、えー、とかというあのえー、っと真意で real intention ですそれからクンリーディングでまという読み方をします、えー、これは真ん中これは right in the middle それから真っ白 really white それから真上 right above 真下、right under、そういう、えー、と使い方をしますはい、次の漢字です、えー。この漢字ですけれども、意味は certain とか verify のみがあります。 で、コンポーネントなんですけれども、まずこの一番左のところ、これはストーン。えー、それから、このパートなんですけれども、uh, this part has something to do with a bird. So you can make a story such that make sure, verify, this、uh, bird can be safe by putting a protection or roof and then putting a stone on the left. で、読み方なんですけれども、 On r リーディングで書く例えば確実なこれなアジェクティブです。certain それから確率これは数学、マでよく使いますよね。probability それから明確なこれもなアジェクティブです。clear 例えば明確な説明 clear explanation をしてください。正確なこれは accurate それから確信するこれは to believe firmly, それから確認する to confirm, よくあの時間を確認してください。Uh, please confirm the time, こんな使い方をします。あと、クンリディングで確かめる to verify, 例えば時間を確かめてください。まあ uh, to Please verify the time, という意味です。 はい、次の漢字です。えー、この漢字、えー、レッスン8の最後の last character です、えー。この漢字ですけれども、意味は village の意味があります。で、コンポーネント、えー、これ大丈夫ですよね。もう、tree、えー。それから、えー、この右側なんですけれども、この漢字、We used to have a counter called sun,、uh, which is roughly corresponds to like English inch. But you can think about the meaning like chop off. So, in order to build a village, you have to chop off lots of trees. というそんな意味です。で、えっ、ー、と、リ e a d i n なんですけれども、オンリーディングで、村例えば、農村、これは、えー、ファーム、farm、え、village、ー、ッジ、えー。それから、漁村、これは fishing village あと、リーディングで、これ村は村、ヴィレッジ、えー。それから、 えー、村人これビレジャー村の人という意味です。